ンゼルのために。青き空の白き女神、星たちよ、私の道を示せ。アルン、この前頼んだ警備傭兵のたまり場にだったらバイトでも探す。なんだこの。でも確かにまた酒場に。旅する剣士シュラ、シュラさんが仲間。いえ、くそ、あなたはロユフェンスワルド。このファンゼルで最もかっこいい男。警備隊はこの私の前で。これこそ それでは拙者は左官司爵。断る。あ、逃げるな。しまった。俺の服に血を飛ばすな。アンゼルのために。あの、これは。警備隊は毎日こういうや。早くさっきの酒魔法使いとし、この2つのクラスの。秘密を教えてあげるにゃ。あのフェルナさん、あなたについてきて。殴るやつはどこかにゃ。左官様、なかなかいい感じに。皆さんのおかげで数だけ揃っても。人員は適当に引っ張って。黙っ。よし、なんちゅう。そうだ、お父さん。そいつは後回り。40分前、パン。何？そうだ、そいつあまりに突然。しかし彼らは。そんなことは。ちゅ戻ってか。そうだ、ファンゼル返却。ために治療は私に任せてください。お疲れ様。喧嘩たぬ。誰か。教会の制服は素晴らしい。男性し。隊長、一つお伺い。シュラ、そっちの。だからファンゼル。シュラさんは前のは俺が招集したチームだからな。3分やる。いや、
スリー、ちょっと待って、ツー、話、ワン、よし。この名前か、その名に恥じぬ。はい、フェルナ様、野菜はもっとお召し上がり。ちょっと、制服のボタン外れてる。俺はアルミナス。私を仲間にしたいって？これを。私は37種類の炎を召喚できるよ。すごいでしょ。俺を連れてってくれ。拙者の故郷もスーラン、それにクラファンゼルとスーラーの森はスー、これじゃ忙しくなりそう。そうだ、あの子ケチュー、あれトンボ、トンボニャー、ピカ静かに、かわじゅ、人間の言葉がわかる、あっち、とにかく苦しまずに死ねるよ。無限の戦い、風紀、風紀を乱すことは許さないんだから。そんなことより隊長の言うと、このスーラーの今僕のこと、セクシーな音、セクシー、あの人と、それもそれでは、それはいっぱい、もういいよ、いや犬ね、泣くな泣く、自分はど、本当にそれもいい。子爵殿、もし中東翼貴公信ちゃんに何か無礼を働くつもりであれば、まず拙者の刀に聞くがよい。